今回は女子競輪界で活躍している人気選手をランキング形式で紹介していきます。ランキングは独自に好きな選手を聞いたアンケートをもとに集計し決めていますので、参考程度にしてくださいね。この動画の他にもスポーツ選手についての動画を上げていますので、チャンネル登録お願いします。それでは早速ランキングを見ていきましょう。第10位は高橋智恵選手です。高橋選手は中学高校時代は陸上部に所属していました。通っていた高校は進学校で、みんなが進路を決めていく中、高橋選手は何も目標がなかったそうです。高橋選手は体を動かすことが好きだったので、将来は体を動かせるような仕事がしたいと考えていたそうです。そんな時にガールズ競輪1期生の特集番組を見た時に、主婦だった人、他競技をしていた人、違う職業だった人がガールズ競輪の世界で活躍しているのを知って、自分も競輪選手になって活躍したいと考えたそうです。それから父親に頼んで佐世保競輪場に行き、レースを見て競輪選手になることを決めました。高橋選手は小倉競輪場にて初優勝を挙げたね。テレビゲーム、スマホゲーム、ゲームセンターでのメダルゲームが大好きなんだって。テレビゲームはスイッチがお気に入りで、同期の福田彩香選手とはマリオカードで遊ぶらしいぞ。第9位は藤巻エリカ選手です。藤巻選手は小学校4年から中学校3年まで柔道をしており、高校時代には陸上競技をやっていました。藤巻選手が競輪を始めたきっかけは、父親からガールズ競輪の話を聞き、興味を持って競輪選手を志したそうです。2014年に競輪学校の試験に合格し、2016年7月10日大垣競輪場でデビューを果たします。また藤巻選手は野菜のセロリが大好きだと語っており、自身の自転車にもセロリの文字が入っています。藤巻選手はハロプロのアイドルも大好きだと語っていたね。物心ついた頃からモーニング娘。が好きで、特に加護愛さん、辻のぞみさんたちの4期メンバーが好きだと語っていたよ。第8位は戸田美代子選手です。戸田選手は幼い頃からバドミントンをしており、インターハイでは中国大会で優勝し、全国大会へ出場した経験がありました。高校卒業後は北斗銀行のバドミントン部に所属していましたが、自身が思っていたより成績を収めることはできませんでした。そんな時に競輪に転向したきっかけになったのは、自転車好きの父親に競輪選手の友人がおり、2人から競輪の魅力を聞いたことだったそうです。戸田選手はデビューを果たすと、競輪ファンから浜崎あゆみに似ていると話題になり、その後は多くのレースで活躍しています。戸田選手は自分自身を動物に例えるとマンモスだと語っていたね。戸田選手の趣味は好きなものを食べることらしいよ。戸田選手の好きな食べ物は牛タンだと言っていたぞ。第7位は元砂奈由美選手です。元砂選手は2013年に全国高等学校選抜自転車競技大会にて、個人ロードレーススクラッチにおいて2冠を果たした実力者です。2015年の奈良競輪場でのデビュー戦ではいきなり3位を獲得して、競輪ファンたちにその存在を強く印象づけました。競輪選手としての強さと可愛らしい容姿から、2017年には顔より太ももの広告ビジュアルキャラクターに選ばれた経験もあります。同じく競輪選手の中野明人選手と入籍したね。2020年1月20日に自身が妊娠したことを報告し、これから母親としても競輪選手としても活躍することが期待されているね。2020年7月7日に第一子となる長女を出産しているぞ。第6位は石井貴子選手です。石井選手の両親はアルペンスキーの愛好家で、その影響で幼少の時はスキーをしていました。高校では全国高等学校選抜スキー大会で2位に入るほどの腕前に成長しましたが、怪我の影響で大学では成績を残すことができませんでした。大学卒業後は社会人として OL をしていましたが、通勤している際に
電車広告に表示されていたガールズ競輪募集の広告を見て競輪選手になることを決めたそうです。競輪学校の同期である小林優香選手と共に国民体育大会のエキシビションレースに出場し日本記録をマークしました。石井選手の趣味は温泉に入ることだそうだよ。島根県の玉造温泉が一番のおすすめと言っていたね。第5位は高木真希美選手です。高木選手は中学高校とハンドボールをしてジュニアオリンピックカップでは3位に入賞していましたが、テレビでガールズ競輪の番組を見たことをきっかけに競輪学校を受験し競輪選手になりました。ガールズ競輪コレクションで優秀な成績を残している実力者であり、勝負強さが競輪ファンから高く評価されています。そんな高木選手は大のお菓子好きという可愛らしい一面を持っています。高木選手の好みのタイプは面白い性格をしていて、竹野内豊さんのような濃い顔の男性だそうだよ。男性の体格は筋肉質な人ほどいいと語っていたね。高木選手に限らず競輪選手たちはみんなすごい筋肉を持っていて、特に太ももの筋肉は非常に発達しているな。第4位は石井裕子選手です。石井選手は高校から自転車競技を始め、2003年には山梨県境川自転車競技場で行われた JOC ジュニアオリンピックカップのスプリント部門で2位に入賞しています。高校卒業後は明治大学文学部に進学し、大学在学中の2007年には ACC トラックアジアカップで優勝を果たしています。2009年には1月から3月まで開催されたエキシビションのガールズ競輪2009ヴィーナスシリーズでも6戦中5戦で優勝し、圧倒的な強さを見せたことで有名です。石井選手は競輪選手になってから6年間ストイックにお酒や遊ぶことをせず練習に没頭していたそうです。最近は遊びも真剣に楽しもうと思い、休みの日などはエステに行くことが増えたそうだよ。美容には無頓着でもあり、ボディクリームしか塗ったことがなかったそうだけど、エステを始めてからは肌の張りも血色も見違えるように良くなったと語っていたね。エステの他にはネイルにもハマっていて、ビッグレース前には意味のあるネイルをしてもらうそうだぞ。第3位は児玉葵選手です。児玉選手は小学校5年生から続けていたバレーをやめ、母に勧められたことをきっかけに競輪選手としての道を選んだそうです。もともと運動神経が良かった児玉選手は着実に実力をつけていき、2015年7月2日の松戸競輪場でのレースでデビューを果たします。同年8月26日に行われた弥彦競輪場でのレースで初優勝を果たしました。2018年のガールズ競輪コレクションの岩木平ステージガールズドリームレースでは優勝し、好成績の選手7名で行われるオッズパーク杯ガールズグランプリでは2度の優勝を勝ち取っています。児玉選手は2021年のガールズ競輪コレクション松坂ステージで雨が降る中でまくりを決めて優勝し、通算4回目のコレクション優勝を果たしたね。好きな食べ物は寿司と牛タンらしいよ。自転車競技のナショナルチームからの誘いもあったが、本人は競輪で稼ぎたいからという理由でナショナルチーム入りを断っているぞ。第2位は田中真由美選手です。田中選手は高校卒業後エステティシャンやウェディングモデルを経験した後、2012年7月に開始される女子競輪への出場を志し、女子1期生として競輪学校に入学しました。2012年5月1日に競輪選手として正式に登録され、同年7月6日に行われた京王閣競輪場のレースでデビュー戦を飾ることになりました。当初はなかなか結果が出ない状態が続いていましたが、2012年11月25日に行われたレースで初めての決勝進出を果たし、翌年4月21日の平塚競輪場でのレースで初めての優勝をつかみ取りました。田中選手は2017年に新潟県出身の一般男性と結婚しているね。田中選手の愛称はマイミンだね。デビューしてからは恵まれない展開のレースが多かったが、
徐々に成績が良くなっていた選手だな。第1位は荒川光選手です。荒川選手は中学時代は剣道部、高校時代は陸上部で短距離とやり投げをしていました。競輪を志したきっかけは、高校時代に陸上部の顧問の先生から競輪選手に向いているのではという話を持ちかけられ、競輪選手を目指すことに決めたそうです。20歳の誕生日でもあった2014年12月24日競輪学校第110回技能試験に合格し、2016年7月2日慶応学競輪場でデビューし、2着の成績を収めました。同年9月7日には和歌山競輪場において初勝利しています。荒川選手はやらずに後悔よりやって後悔をモットーとしているね。子供の頃からスポーツが大好きな荒川選手、実は読書が趣味という文学少女的な一面もあるそうよ。陸上部では多くの大会で入賞を果たし、大学から特待生として入学を勧められていたそうだ。いかがでしたでしょうか。今回は女子競輪界の人気選手を紹介しました。彼女たちの今後の活躍に注目したいです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。